っちも元気なみみまるです。今日も元気にポンポン丸でやっていくぞ。あ、ここじゃ危ない。別のとこに行こう。パニエルさん、ちょっとお部屋貸してください。一週間ということで、今日はパニーの島からお伝えするよ。島だったら住民のみんなに移っちゃったらいけないから、パニエルさんにお願いしてお部屋を借りたよ。それでは発表します。ミミマル、なんとこの度コロナウイルスに感染しました。ちょっと音楽が違うな。コロナウイルスに感染しました。4回ワクチン済み。っていうか、コロナウイルスって何？無人島に移り住んで島では聞いたことがない病気だったんだけど、この夏ね、なんかリッキーとかドレミとかパッチとかが映ってるタオルがあるって聞いて、無人島じゃない島に遊びに行ってみたんだ。可愛いタオルゲットできて嬉しかったし、住民のみんなにもお土産で買ってきたら、そしたらなんと帰ってきた途端にコロナ。信じられなーい。可愛いお洋服着てウキウキでお買い物行ったんだけど、こんなことになっちゃいました。ミミマルのコロナ症状紹介。まず突然めちゃくちゃ寒くなって、頭の先から足の親指まで鳥肌が立つほど寒くて寒くてしょうがなくなって、日の当たる外に出ました。次にお熱。ミミマル平熱35度台なんだけど、38度3分まで上がりました。ミミマルにとっちゃめちゃくちゃきついです。そして次の日朝起きたら突然喉が終わってました。喉が引きちぎれるように痛くて、首の太さが倍になってるぐらい腫れ上がっててました。常に氷を口に入れてます。噂で聞いて一回も飲んだことがなかった龍角散の銀の缶の粉のやつ飲んだことある。みんなまずい、まずすぎる。でも効く。まずさに耐えるか喉の痛みに耐えるかという感じ。本当にヤバい人は試してみてね。そして夜中咳込んでお腹がつりました。死ぬかと思いました。そして喉はずっと痛くて飲み込めない感じです。そしてめまいがします。プリンは本当に喉が痛くならなくて最高。でもね、スプーンがさ、すごい鉄の味がしてさ、いつも使ってるスプーンなのに、これ今作りたてスプーンってぐらい鉄本来の味が楽しめてます。あとお水も鉄の味、鉄分ゲット。ということで、こんなとんでもないコロナウイルスを島の住民たちに移すわけにはいかないので、ミミマルはみんなには内緒でパニーの島に来てます。絶対にみんなには移したくないよ。ということで、ちょっとだけミミマル元気になるの待っててね。みんなポヨラーのみんなからのポンポン丸パワー待ってます。頑張って直しから応援して待っててね。みんなもくれぐれも気をつけてね。
ミミマル結構慎重派だったのにな。みんながどうか、どうかどうか、健康で元気にいられますように。あれ？なんだ、ポンポン丸パワーが、ポンポン丸が聞こえる。あれ？なんでどうしたの？なんでみんなここにいるの？みんながお見舞いに来てくれたよ。ありがとう。でも映らないで。ありがとう。じゃ、行くよ。パンパンマーよ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。とね、リキちゃん、あたいもそう思うわ。あとコメントも書いてくれたら嬉しいでちゅ。とね、とっても嬉しいわよね。僕お返事書きます。あとグッドボタンも押してくれたら嬉しいわよね、リキちゃん。いいねでちゅ。みんなからの応援嬉しいでちゅ。とね、とっても力になるわよね。